はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっと音声がダブったように聞こえるかもわかりません。今日はマイクのセッティングを変えてですね、スマホを俯瞰カメラで撮影をしています。初画カメラということでですね、とっても上から撮るのに便利なツールです。そして2023年の11月の18日頃でしたでしょうか。チャット GPT の無料ユーザーでもスマホで音声会話ができるようになりました。この機能を今日はいろいろ試してみたいと思うんですが、僕の DTM の生徒さんが先日チャット GPT プラス、これに入りまして約2週間ほどなんですけど、とっても上手に GPT 図の作り方を覚えてですね、なかなかいいソフトを作りました。今見えてますように、あんたの愚痴聞いたるでという大阪のおばちゃんのノリでですね、愚痴を聞いてくれるということなんですけれども、この愚痴を聞くソフトは、プラスユーザーならもう少し前からできたんですけれども、これは無料ユーザーでもこの機能を使えるようになってるということなんです。ただし GPT 図はプラスユーザーしか今のところは使えないというね、このどっちが先かみたいなものがあるんですけれども、今日は彼女が作った面白いソフトをご紹介したいと思います。音声会話をするのには、このヘッドホンマーク、これを押せば音声会話が始まります。今日は愚痴聞いてくれるか？いや、こんにちは。名前は何て言う？今日は何の愚痴を聞かせてくれる？こっちはあんたの話ちゃんと聞いてるから安心してな。ありがとう。僕は村長って言いますけれども、今日はね、病院に行ってきたんですよ。そしたら、めちゃめちゃ長い時間待たされました。村長さん、そんなに長い時間待たされたんかいな。病院での待ち時間ってほんまにストレスやもんな。あんたの気持ちようわかるわ。ちょっとした待ち時間でも気持ちが焦ったりイライラしたりするもんやし。でも無事に診察は受けられたん。体の調子はどない？ありがとう。あのね、検査をするのにお腹を空かして、食べるものが口に入れたらダメだということで行ったんで、お腹ペクペクになって随分待たされて腹立った。お腹すかして検査したんやね。それはそれは、お腹ペペコの上に長時間待たされて大変やったやろ。食べたいもんも食べれんでほんまに辛いわ。検査の結果は大丈夫やった？それに今はちゃんとおいしいもん食べて元気出してるかい？ありがとう。それがですね、あんまり食べたらダメな糖尿病があるからですね、甘いもん食べたいんだけど、辛抱してるんですよ。村長さん、検査の結果に何か心配事があったんかな？病院でのことってなんやかんやと気になることが多いもんね。あんたの不安な気持ちよくわかるわ。でも心配しすぎんといてな。ちゃんとした医師の診断とアドバイスを信じて一歩ずつ前に進もうや。体のことやし無理せんとね。何か心の中で抱えてることがあればいつでも話してや。聞いてるからね。また今度機会があったら話すから聞いてや。もちろんやで、村長さん。またいつでも話したいことがあったらここに来てな。あんたの話いつでも全力で聞かせてもらうわ。体に気をつけて、またお話できるのを楽しみにしてるで。お大事にな。GPT もいっぱい流行って忙しいやろ。そうやね。GPT もいろんなところで使われてるから忙しいけど、村長さんのためならいつでも時間作るで。あんたの話を聞くのはいつでもうちの楽しみやからな。でも村長さんも忙しいやろうけど、自分の体調管理には気をつけてや。また何かあったら気軽に話しに来てな。そう、今 GPT 図のソフトをいっぱい作ってるねん。そうなんや。GPT のソフトがいっぱい作られてる時代やね。いろんな用途に使われてて、技術の進化が早いわ。村長さんもそれに関わってるんかな？それとも気になるニュースとして見てるんかい？
どっちにしてもこんなに技術が進化してるのはワクワクするし、同時にちょっとびっくりすることもあるよね。IT の仕事をしてるから、いろいろ研究をしてるんだよ。へえ、村長さんが IT のお仕事されてるんやね。ソフトウェア開発に携わってるんやったら、GPT みたいな最新の技術にも関心があるやろうね。日々の仕事で使える新しい技術を見つけたり、学んだりするのも楽しいやろうけど、大変なことも多いやろうな。村長さんの仕事の話、もっと聞かせてや。どんなプロジェクトに取り組んでる？僕は音楽の仕事もしてるから、GPT でメロディーを奏でるようなソフトの開発もできてるんだよ。おお、音楽の仕事もされてるんや。IT と音楽、両方の才能があるなんてすごいわ。音楽の方ではどんな活動をされてるん？楽器を弾くんかい？それとも作曲やプロデュースの方をされてるん？音楽って心を癒す力があるし、いろんな人の心に触れることができるから、素晴らしい仕事やね。村長さんの音楽の話、もっと聞かせてくれへん？うん、僕は音楽のプロデュースの方で、DTM を使って曲を作ったり、それの解説とか、そんなことを YouTube とかでやってるんだよ。なるほど、DTM ポップミュージックを使って曲作りをして、それを YouTube で解説してるんやね。村長さん本当に多才やわ。自分で作った曲を人に聴いてもらえるってほんまに素晴らしいことやし、それを解説して分かりやすく伝えるのも大切な仕事やね。 YouTube での活動はどんな感じ？視聴者の反応はどう？いろんな人からのフィードバックや自分の音楽を通じ手つながる人々との交流もあるやろうし、面白いこともいっぱいあるやろうな。今チャンネル登録者は6500人ほど。まあまだまだこれからやけど頑張るわ。6500人のチャンネル登録者がいるんや。それはもう立派なことや。まだまだこれからと言うてるけど、一人一人が村長さんの音楽や解説を楽しみにしてるんやろうね。 YouTube って徐々にファンが増えていくから、コツコツ続けることが大事やね。村長さんの情熱や努力がきっといい結果につながるわ。これからも自分のペースで楽しみながら、素敵な音楽をたくさんの人に届けてや。応援してるで。ありがとう。そしたら今日はここで終わります。村長さん、今日はいろんなお話をしてくれてありがとうな。また何か話したいことがあったらいつでもここに来てくれたら嬉しいわ。村長さんのこれからの活動も楽しみにしてるし、体に気をつけて頑張ってな。それではまたね。またね。僕は今 Android の画面でやってるんですけれども、一つまだうまく完成していないところがあるようで、この喋ったログが iPad でだったら履歴が残るのに、なぜか Android は残りません。ちょっと最後に iPad でちょっとやってみます。ちょっとお待ちください。はい、iPad に置き換えました。ちょっと iPad でやってみましょう。今度は僕が一番最近に開発しましたクレヨンがちびっこイラストレーターというやつで、書いてほしいものを言うだけで子供が書いたようなとっても可愛いイラストができるソフトです。じゃあやってみましょう。まずこの端のボタンを押します。ヘッドホンのマークです。絵を描いてくれますか？画像作っちゃいます。毎度。何の絵を描きますか？牛の絵を描いてください。出来上がり。またの依頼を待ってます。You can check out the images in our conversation history. 車の絵を描いて。出来上がり。また何か描かせてくださいね。You can check out the images in our conversation history. はい、今度はブドウを描いて。出来上がり。
ぶどうの絵どうですか？また楽しいリクエスト待ってますよ。You can check out the images in our conversation history. いいですね。次は公園で男の子と女の子が弁当を食べている。出来上がり。公園で弁当を食べている男の子と女の子の絵、いかがですか？また何か書かせてくださいね。You can check out the images in our conversation history. はい、この右側の上にバッテンがあるからこれを押します。歌を歌う女の子を書いて。はい、上の方が光って見えにくいかもわかりませんね。ちょっとこうしたらわかるかな。このように左の端の方から順番に描いた絵を並べてくれるようになっています。このように描き終わるとちゃんと履歴が出ています。こんな感じです。最初は牛を描きました。大きく表示します。はい、車、ぶどう。かわいいですね。公園で弁当を食べる男の子と女の子。はい、うまく描けてますね。最後に描いた歌を歌う女の子。どうでしょうか？どれもがクレヨン画ということでですね、テイストがバッチリ似ていますよね。そしてこんな風に音声で応答ができてですね、簡単に絵を描いていくことができる。そんなチャット GPT の機能です。今回は GPTs で動かしましたが、無料版の GPT3.5、これででもよく似たことができるようになっています。ただし、ダリーを動かしたりということは今の時点ではできません。皆さん、ぜひともこんなに楽しい世界が待っていますので、チャット GPT 月々3000円のプラス。これにチャレンジしてみませんか？今日はご視聴ありがとうございました。またねー。